一般の岩石を電子レンジに入れても暖かくなりませんが、岩盤浴の石やパワーストーンやクレイパックなどに使う岩石は電子レンジで温まります。電子レンジが出す電磁波を吸い取るから温まるのです。岩盤浴の石やパワーストーン、クレイなどに電磁波を吸収する性質があるから、携帯電話など身の回りのもので、 体に電磁波が溜まったときなどにいいです。溜まった電磁波を吸い取ると、頭がすっきりします。岩盤浴に使う石も、普通の岩石ではありません。電磁波を吸収するので、人が触れないときはよくわかりませんが、調子が悪い人が岩石の上に横になったときには、その人から電磁波を取るので、横になった人は楽になります。 岩盤浴は人が寝るスペースにある程度の大きさの岩石を使うので石を休ませなくても電磁波を取る力が回復しますがパワーストーンは石の大きさが小さいので石が回復するまで休ませる必要があります岩盤浴には1枚ものの岩石を使いますが1枚ものでなくてもバラバラになった岩石があります 常温と温めて使うところがあるのが、石を使うときの注意事項です。常温で使用するところは、顔や首、腹部など神経が密集しているところです。石が熱いと感じたら逆効果です。石を使う目的は、副交感神経が優位になることです。 暑いと感じたら交感神経が働くからいけませんだから神経が密集するところは石を温めないで使います温めて使うところは腰や膝の後ろや肩など血行を促進したいところです血行不良で痛みやこりを感じるときにいいです石は、 電子レンジから出る電磁波をエネルギー源に使い温まりますのでメンテナンスしなくても半永久的に使うことができますクレイパックは常に新しいクレイを使うのでいつも電磁波を取りますし皮膚にたまった老廃物も取れます携帯電話などの使用で頭にたまった電磁波を抜きたい時はクレイで出てきた歯磨き粉もいいです 添加物を使用するとグレーの効果がなくなるので添加物を使っていない化粧水で顔をメンテナンスするのも良いです。